んにちは、トミーです。今日はむっちゃんと一緒に長野へ旅行に来ております。私部屋着、レンタル浴衣私ていいやんさっきも可愛いの見てたのにね。シャワー浴びて、なんかもう普通に見ていらっしゃいませ本日の宿でございますって感じだよね。かわいい。ありがとう。似合ってる。ありがとうね。似合ってるよ。さっきまで可愛かったの。今も可愛い。似合うよ。ずんだもちやん。ずんだもちからや。むっちゃんとね、本当はイトピもいて、イトピは一人で遊んでるの。一人で今ね、目の前で遊んでるわ。天品ごっこしてるね。ねえ、私のパックをぐちゃぐちゃに。あわあわになっちゃってる。ねえ、イコさん。でもいいね。乾杯しようか。さっき飲んじゃったけど。乾杯。こうやって飲めるなんて嬉しいね。むちゃんと旅行に、ちゃんとした旅行って2回目？うん、箱根ぶり。箱根ぶりだ。秘密旅行。何も言ってないか。いやでもあの時秘密旅行だったよね。全然普通の旅行で、ね、普通の温泉旅行。うん、ねえ、うん。今この瞬間夢で見たみたいなのない？あるよ。私今ある。デジャブ？デジャブ。デジャブよ。デジャブ。デジャブ。今トミちゃんの隣にいて、うん、イトピがそこで布団で、うん、こうやって遊んでる。デジャブだ。あった。っていうだけの話です。むっちゃんママしてるわ。かわいいよ。かわいいよ。私が作っちゃった。かわいい。美味しい。うまいよね。お店最高だったね。最高だったよ。店員さんになってるやん。私も店員の仲間入りしてる。それ着ると一気にでもお客さんから。てかなんかの店長みたいな。確かにこれだけね着るとね。特に寝てくれたね。さっきちょっと私のインスタライブ、うん、お邪魔させていただいて。ドラマの話で盛り上がったね。ね。これさ絶対濃いよね。トミちゃん作った。うん？濃さが伝わんないか。だいたいこういう色じゃない？そっか、うん、で、これしかやってないよ、私。どれしか？これまあ、美味しいわ。だって、こんなに余ってんだよ。いっぱいあるね。ね、私は最近ハイボール好きで、うん、ジムビーム久々飲んだな。美味しい？うん、なんかまあ、ちょっと居酒屋にのハイボールって感じで美味しい、最高。そういうのが一番好きね。うん、ドラマの話戻っていい？ね、しよう。私が一番好きなドラマは最高の離婚で、うん、むっちゃんはまだ見てないらしくて。見てないの？見たい。いや、マジで見てほしい、うん、あの小野町子が瑛太にさすがにしびれを切らして全部言うの、うん、盆栽とか投げて、うん、何でも言うの、うんうんうん、そのシーンが最高なの。もう別れたいあんたとみたいな。まあそれは言わないんだけど、うんうん、教えてそれが言ったらネタバレになっちゃうの。そうだよね、なんだよねっていろいろ言うんだけど、もうそれがなんか分かりすぎて多分みっちゃんも泣くと思うよ。感情移入がすごいと思うよ。へー。私、うん、瑛太が小野町子の実家に行くの。瑛太って几帳面で綺麗好きで、うん、なんだけど小野町子ってガサツな女性なの、うん、あそこがまあ許せないところではあるけど、うんうん、実家にいた時にもう両親もガタつ、うんうんうん、でも必死にそこに馴染もうとしてるんだけど、うん、それでなんかねすごいもみくちゃにされながら歌を歌うんだけど、その歌もすごく良くて、マジで見る。あごめんセーフ。え、それってさ何、離婚に重きを置くというよりも、なんかその恋愛のことで共感できるってことなのかな。これ手で食べるやつだ、ね、まあでも最初にもうまず結婚すぐするから、うん、恋愛っていうか最高の離婚っていうのにふさわしい内容かな。うん、そう。まみちゃんもそんなに言ったことは。え、マジでいいよ。うん、やむっちゃんは絵のために。うん、私逆に絵のために見てなくて最近気づいたんだけど、登場人物に実はこういう一面があって、なんか自分を騙される系のドラマ好きなんだよね。信じてたのに、うん、過去に実は犯罪を犯してて、うんうん、逃げてる、うん、みたいな。絵のためにってそういう感じなの？犯罪系？うん、あの、ある事件があって、うん、でも普通の本当に幸せになってほしい二人なんだけど、うんうん、
めっちゃすごく平凡で、うん、まっすぐで幸せになってほしい2人なんだけど、うん、過去に大きな事件に関わってたかもしれない、うん、警察も調べてる、うん、みたいな、そういうの好きなんでね、うん、エルピスもそうじゃん、うん、なんかその、うん、冤罪だったかもみたいな、うん、だからそう遡ってそれがどんどん暴かれるみたいな、うん、脚本家が湊かなえさんです、ね、最愛、うん、最愛ね、最愛もあれ、あれだったじゃん、誰が犯人だったか、うん、お父さんがサスペンス系が、うん、やっぱちょっとサスペンス入ってるの好きかも、あのさっき言ってたなんとか夜行観覧車、夜行観覧車あれサスペンスだったっけ、うん、めちゃくちゃサスペンス、あーそうだそうだそうだね、うん、てか私北海道のお土産あるわ今、みっちゃん、うん、何がある、持ってていいの、うん、めっちゃにゃみやい、おかきめっちゃ美味しそう、なんか本当に北海道のお土産で一番うまいの、いつも買うの、これ本当にね、毎回うまいから自分にも買った、毎回うまいからっておかしい、ありがとう、じゃあ今開けていいのかな、一緒に食べよう、食べて、一回食べてほしい、その反応見たい、お腹空いたって言ったから、うん、思い出した、絶対食べる、うん、匂いがやばい、めっちゃ美味しそう、え、トウモコシが入ってない、いただきます、うまっ、うまいよね、うん、ありがとう、めっちゃ美味しいよ、溶けるよね、お前はこれ食べさせて、うん、絶対溶けないよ、めっちゃ食べたかった、ニコッチいっぱい食べてる、うまっ、うまくない、やばいね、うまくない、これ顔パンパンだよ、うん、明日おかきってマジでむくむよね、マジでむくむけど、マジでうまい、美味しいわ、うん、よかった、トウモロコシも入ってる、もう入ってるね、うん、私ここで見たら見て、ほら、そうそうそう、だらけ、トウモロコシだらけ、うん、お土産のセンスさ、うん、私が知ってる人類のうち一番いいと思うだってさ、前福岡行った時さ、うんうんうん、タコ明太みたいな、うん、めっちゃうまかった、瓶の、うん、私でもね、また他にも買ってて、ウニイクラみたいなやつ買ってる、え、私なんか6個入りみたいなやつ買ってるから、なんか私の沖縄のお土産恥ずかしくなってきた、うん、ちょっとなんか東京のお土産買うね、いいよ、いらんよ東京駅行ってくる、いらねえ、そういうなんかやっぱご飯の音も嬉しいね、うん、嬉しい、むっちゃんそういう系のが好きよね、でもめっちゃ嬉しい、てかまたすぐ一回いただきます、食べて、え、めっちゃ美味しい、うん、てか今回のつまみのラインナップ最強するよね、うん、うん、美味しい、私とめちゃんマジで全部逆だな、いやそう、マジであの恋愛感が違いすぎるよね、なんか何を話してても私はこう思うんだけど、え、私全然違うわって毎回なるよね、なる、それがおもろい、ね、なんないことを数えるぐらいのレベルだよね、うん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 、でもそれでね、あ、でも私はめっちゃ吸収する、あ、とめちゃんこう言ってたなとか思って、うんうんうん、私もこういう考えにしようみたいな、うん、いいことの方が多いけど嬉しい、例えばなんだっけ、どっちが正解とかじゃないことだよね、ないないない、それはもうあの自分の考えでしかないから、うん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 、じゃないんだけど、なんだろうね、例えば二択で束縛とか、束縛どのぐらいからするの、束縛するのむっちゃん、私は、うん、もう束縛とかはしなくなっちゃったけど、うん、しなくなっちゃったって何本領発揮してないみたいな、うん、束縛っていうかめっちゃ話変わるやと思うかもだけど、うんうんうん、トイレに行ってさ、うん、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますみたいなのってあるやん、あれって圧じゃん、そうだね、綺麗にしてよねっていうことだよ、綺麗に使ってくださいますよね、でもそうよね、それみたいなのはするかも、その、うん、他の人と遊ばないでよね、浮気しないで、女と飲みに行かないでとかは直接言わないけど、うん、なんかいつもお家でご飯一緒に食べてくれてありがとうねみたいな、うんうんうん、いつもお家でこうやって家族で食べれる時間幸せみたいなのを、うんうんね、しちゃってんのかもって最近思ったかも、うん、その洗脳じゃないけど、すごい言葉強い言葉強い、でもそういう育てるのは大事よね、うん、そのなんかこうなんかこんなことで感謝してくれるんだって多分旦那さんは思ってて、うんうんうん、でもこういう、うん、結婚してるからそうなんて言うんだろう、まあ、それも違うよね、きっと、そうだね、付き合ってて、うん、それを言うと怖いじゃん、なんかその家族の時間この夜ご飯の時だから、うん、ゆっくり話して嬉しいとか言ってるけど、うん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 、それ、まあ、束縛じゃないんだけど、そのトイレをきれいに使ってくれてありがとうございますの原理だね、なるほどね、
わかるかな。え、でもそれはわかる。わかる？うん。なんか、とかのその感情で、え、そうやって書いて嬉しいとか、うん、言った方が、向こうも確かにこの時間大事だって、その言われるたびに思う、うんうんうん、そうね。ってくれるかなみたいな。うん、そうか、YouTube みたいで、旦那さんや。でも、呼ばれてるから。でもこう、これまあなんか、とみちゃんの YouTube 見てる人の中で、うん、あ、なるほどねっていう人が少しでもいたら何言うとんねんこの髪の毛白菜オーバーハン。うちのクッションの方がふわふわそう。うちのさ、うん、これも好きなの。言いたいだけなの。次の何にしよう、話題にしよう。千と千尋でさ、千にさ、あんたこっから洗うんだよっての教える人じゃない？あのこれ好きなやつでしょ。あ、マジ？あの、なんかうん、あ、千なんだっけ。わかったわかった。わかった。タツノトシゴみたいなやつ。それが好きな男、女。女、うん、みたいじゃない。本当だ。こうやって洗うんだよ。こうやって洗うんだよ。どうよ。わかるわかる。そう、それみたい。ごめんごめん。好きなタイプの第一条件は、好きなタイプはでも好きなところみたいになってしまうけど、うん、余計なことを言わないってさ難しいことじゃん、うん。余計なことを言わない人が好きなの。うん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 、例えば好きな、まあ、友達とかを合わせた時に、うん、自分の友達とかをその人にね、なんかその友達への接し方とかでさ、うん、なんかちょっと余計なことを言いそうでヒヤヒヤするみたいな男の人と付き合ったことがあって、その例えば普通の会話なんだけど、うん、例えば彼氏と別れたばっかりなんだけど友達が、うんうんうん、友達と合わせて何々ちゃん彼氏いるのとか、うんうん、普通の会話の中であれなんだけど、うんうん、もうそもそもそんなことも聞かないで、うん、当たり障れない会話をとりあえずしてくれて、うん、余計なことを言わないで踏み込みすぎない人、ね、踏み込みすぎない人、うんうんうん、余計なことを言わないって意外と難しいっていうか、自分が余計なこと言っちゃったかもってなんかバーってバーってなるけど、うん、だから難しいことじゃん、うん、余計なことを言わない、うんうん、今の旦那のね、そうだね、そこ一番好きだからパッて思い浮かんじゃった、うん、そっか、うん、私は笑うポイントが一緒な人、第一条件、うんうんうん、なんかその笑いのツボが違うとめっちゃ大事よね、結構しんどくて、じゃあ同じテレビとかバラエティを見てて、なんか私がおもろい時にふと笑ってると素敵だなって思うし、逆になんかつまらない時にめっちゃ笑ってると、うん、いやなんかそれでめっちゃ冷めるとかじゃないし、うん、だけどちょっとこうなんない、うん、ちょっと思う、わかるわかるわかる、うん、私なんか友達でもそうじゃない、ここって笑いの粒めっちゃ合うじゃん、わかる、あったよねそういうこと。めっちゃ合うよね、ここは本当に笑いの粒が一緒で、笑ってなく、ないのに笑ってないのに笑って、うん、うとかないよね、説明して なんで笑ってんのってなって説明聞いて自分も笑うもん、うんうんうん、その自分気づいてなかっただけで、ね、笑いのツボが違うとちょっとしんどいかも、うん、そうだね、でもそれが第一条件かも、第二条件は、第二条件で条件みたいになるとちょっとあれなんだけど、うん、まあ、好き、こういう人好き、うんうん、っていう感じだったら、うん、一口ちょうだいで、私すごいすぐくれる人、うん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 、一口ちょうだい、え、全然いいよって私たちめっちゃやるよ やるね一口ちょうだい、あのさこれ食べ食べ食べで、ね、私 ねテレビでカンニング時山が一口ちょうだいって何なんだよみたいな、え、それ見てよ、見た、なんだっけ、めっちゃ切れてた、なんだ、アメトークじゃなくて切れてノンストップ、ノンストップだっけ、ノンストップで私見て、うん、いやでもそういう人いるよね、なんかその自分が食べたいんだよね、一口欲しい、なんかそのこの味食べてみてんだったらそれ頼みなよみたいな、うん、違う、ちょっと食べたい。食べたいよね、私マジでいろんなものちょっとずつの美味しい、うんうんうん、味わいたいから、分かる分かる、シェアしたいよね、マジでそれは本当に気にせずできるのが今の人で、うんうんうん、例えばコンビニでさ、うん、5品ぐらい買うやん、うん、で私絶対そんな食べれないけど、うん、メインのやつ私いっぱいあってその、うん、でも他の4つもめっちゃ気になるみたいな、うんうん、次にその自分より多く平らげてもくれるし、うん、全部分けてくれる人が好きなの、あー、分かる分かる、うん、一口ちょうだいって言われてめっちゃ嫌な顔されたことがあって、うん、昔の人でね、うん、ちょっと悲しいね、ちょっと悲しかった、その多分関節キスが嫌とかじゃなくて自分が食べてるものを、ね、多分誰かに、うんうんうん、減るのが嫌なんだと思う、そうだね、その自分だってなんかむつみ一口大きいんだもんって言われたケチやん、
そうでも私その分一口食べるけど私のもあげるよって思うんだけど、めっちゃ大きいんだ。私一口大きいらしい。あの可愛いけどねそんなの。マジで気にせず、あれも食べてこれも食べてってさせてくれる人好き的。わかるわかる。いいよね、うん。でも私も食の面で言うと、うん、私はあの料理を作るのが割と好きな方で、うんうんうん、上手だよね。その人に食べてほしいなってものを作りたいんだけど、それをもう無邪気のように食べてくれる人が好き。なんか食が細い人よりもうなんか食細い人嫌だね。嫌だよね、うん、私そうなんか、うん、もうなんかいっぱいって言われるよりもうもめっちゃ食べて本当にないないってって言ってくれる人が好き。みんな最高よねそれは。そんな人だった。そうだからじゃあ私が外食しても、うん、例えばちょっと多いじゃん普通の量って、うんうんうん、だからちょっと残しちゃいそうなんだけど、でも残したくないから頑張って食べたいんだけど、うん、ちょっと無理って時に全然食べるよって言ってくれる人の方が好き。わかる、それはわかる。わかる。めっちゃなんかそのめっちゃわかる。ありがとう食べてで嬉しいって言って食べてくれる人が好き。てかもうなんかもうそんなさ残り物をさ、ね、食べてくれるのってもうめっちゃ愛じゃない。今日は久しぶりの2人で。あ、ミタピーもいるけど。ミタピーも来た。ね、旅行楽しかったね。この感じが2人久々だね。ね。まだ寝るか分かんないけど、とりあえずこの旅行まだ明日まであるから。ね、楽しもうね。またすぐ近々。韓国旅行行こうよ。あ、はせよ。カットして。消してよ。じゃあまた、むっちゃんはすぐ登場すると思いますが。出過ぎだよね。ちょっともう、バットとか押さないで。むっちゃんも準備いっぱいか。まあ、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。待って気づかないの？何？何？こういうことたまにやるよね。逆語？裏地だよそれ。それだけだ。逆だった？全部縫い目。もうそれだけ。